マプサウルスは中世代後期白亜紀前期に生息した重脚亜黙の恐竜。全長10から13メートルに及ぶ世界最大級の肉食恐竜である。同じく巨体を誇るカルカロドントサウルスやギガノトサウルスと近縁である。アルゼンチン中部で化石が発見された。復元図人とのスケールの比較。マプサウルスはゴンドワナ大陸に 典型的な肉食恐竜の系統の代表的な種類である。その仲間のギガノトサウルスなどとともに1億年から9000万年前の南アメリカ大陸を支配した超大型重脚類の繁栄を示している。マプサウルスは比較的軽快な体型をした肉食恐竜で重量型のギガノトサウルスとは対照的である。とはいえ最大の個体は 全長13メートルに達したと考えられ、これまでに発見されている中では、最大の肉食恐竜の一つである。頭骨は大きいが、大きな空洞や穴があるために、大きさの割に軽い。頑丈な顎には、鋭いナイフのような歯が並び、骨から肉を切り取ることができただろう。マプサウルスの発掘地では、300個以上の骨が発掘され、それは、 いろいろな成長段階を示す複数個体の骨からなっている。最小個体数のルールに従って重複する同じ骨から少なくとも7個体の存在が確認できた。この事実とマプサウルス以外の化石が見つかっていないことから、この化石産地はこれらの恐竜の普段の生活をある断面で切り取ったような状況を示していると考えられる。 大型の獣脚類は普通は単独で発見され、二頭以上が一緒に見つかることは極めて稀である。しかし、マプサウルスの発掘地は、大型獣脚類の単一種の群集だけからなる、極めて珍しい産地であり、ウィンクル層としては唯一のボーンベッドである。この産地から発掘された恐竜の骨はべてマプサウルスで、その地層は、半乾燥から、 乾燥気候の地域にあって、ある季節だけに、水が流れる川の河川性堆積物である。分離した個々の骨は、その堆積層の下層に集中しているが、その後の腐敗、大型動物による、トランポリング、再移動、厚密などの複雑な過程を経ている。マプサウルスの最も小さい中足骨が示すその個体の全長は、他の住脚類との比較から、 約6メートルと推定される。同様に最大の飛骨から推定される最大の個体は全長約13メートルである。幼体の骨は頑丈な生体の骨よりずっと細く華奢であることは重要である。これらのことからマプサウルスは若い時には軽くて足が速く生体になると思くあまり活動的でなかったと考えられる。 マプサウルスのような単一の大型肉食恐竜の群衆は世界的にも極めて稀で、他にはカナダアルバータ州のアルバートサウルスのボーンベッドと最近発見されたアメリカモンタナ州のダスプレトサウルスのボーンベッドが知られるのみである。マプサウルスのボーンベッドは長期にわたってできたとも短期間でできたともどちらにも解釈できる。 しかし、肉食恐竜は常に数が少なく、植物食恐竜はいつも多数が生息するという事実と、さらに成長段階の異なる多数の個体からなる単一種の集団という事実は、この地域にはマプサウルスという肉食恐竜の個体群が生息し、ある種の群れを形成していたことを強く示している。マプサウルスの全身復元骨格は2009年に、 国立科学博物館と大阪市自然史博物館で開催された大恐竜展知られざる南半球の支配者において公開された後2011年より名古屋市科学館の生命館で常設展示化されている。マプサウルスの後足の形態は他の獣脚類、特にジュラキのアロサウルスなどの後足に似ている。逆に ティラノサウルスのようなローラシア大陸で優勢を誇った大型獣脚類とはいろいろな点で異なっている。この違いは祖先の異なる互いに似ていない二つの大型獣脚類の系統がそれぞれの地で似たような生態的役割を担っていたことを示すものである。大腿骨マプサウルスの大腿骨はがっしりした長い骨で 広い関節面と筋肉の付着する強い量を持っている。全体の形としては他の大型重脚類の大腿骨に似ているが、わずかに S 字型に曲がる点でギガノトサウルスによく似ている。腰と骨盤をつなぐ筋肉がつく量は特に発達しており、その二足歩行と関連した強力な筋肉系があったことがわかる。中足骨同じように中足骨も、 大変頑丈である。上端には、かかとの骨との広い関節面が、下端には、四骨との関節面が、それぞれ存在する。中足骨の構造から、マプサウルスの足が、とても幅広く、頑丈な作りになっていたことがわかる。これはもちろん約7トンにも達した体重を支える、格子全体の構造と一致している。頭蓋骨マプサウルスの、 ボーンベッドからは大きさの異なったたくさんの歯も見つかっている。いずれも歯が鋭く先の尖ったナイフのような形をした典型的なカルカロドントサウルス型の歯である。表面のエナメル質は滑らかで厚く、前後の歯に沿って短いシワが平行に並んでいる。これはゴンドアナ大陸に生息したカルカロドントサウルス類に特有の特徴だが、その機能については、 よくわかっていない。マプサウルスとギガノトサウルス、カルカロドントサウルスの歯は互いによく似ており、同じグループに分類される根拠の一つとなっている。三種とも同じような生態を知っていたことは明らかである。カルカロドントサウルス類の歯は、パタゴニア地方の白秋中頃の地層から比較的よく見つかることから、広い地域に分布していたと考えられる。マプサウルスの歯は、 ティラノサウルスのような他の大型獣脚類と比べると違いがよくわかる。ティラノサウルス類の歯は大きく頑丈でギザギザのついた鋭い歯を持ち幅広で分厚い。一方、マプサウルスを含むカルカロドントサウルス類の歯は非常に細長く厚さも薄いが歯の鋭さは変わらない。このような違いは二つのグループの生態的な違いを反映しているかもしれない。 つまり、ティラノサウルスの大きく頑丈な歯は、骨を破砕するための特殊化であり、一方、マプサウルスなどの歯は華奢で、肉を切り取るためか、あるいは深い傷を負わせて、出血死させるための特殊化との考えもある。ありがとうございます。